から発表を始めます。紅葉奈良市か、私たちと地域の会と岡山県立紅葉高等学校家庭クラブ、私たちが学ぶ紅葉高校は小島湾干拓地県南の藤田地区に位置しています。紅葉奈良市か、私たちと地域の赤糸プロジェクトの始まりです。実践1、昨年6月の生徒総会で制服の見直しが要望として出され、さまざまな会議を経て25年ぶりの制服改定が現実のものとなりました。夏服、冬服、それぞれ上位5作品が最終候補に選ばれました。家庭クラブが応募したデザインで採用されました。紅葉高校を希望して入ってきてくれるまだ見ぬ後輩たちに、私たちの思いを伝え、赤い糸をつなげておくことができるプレゼントとなりました。3体制に入りました。そして現在は校長先生をはじめ23人の先生方が愛用してくださっています。実践3、キワチスドールは病気で闘病生活を送る子どもたちに、自身できれいに伏線を縫ったり、ちょうど良い分量の綿を詰めたりなど、気をつけなければならないことが多く、大変でしたが、使ってくれる子どもたちのことを思いながら、約70体のキワニスドールを完成させました。このキワニスドールは、岡山キワニスクラブを通じて、岡山赤十字病院や、中央病院など岡山県内の病院をお届けしていた宅配行事が中止となり、高齢者の方ともっと交流を深めたいとの思いから、お電話でお話をする活動を始めました。今年も定期的にこのスマイルテレフォンをスタートさせることにしました。さらに高齢者の方一人一人の情報を記録に残すスマイルファイルを作りました。活動には農業クラブとも連携し、清掃活動などを通してコミュニケーションを取りながら、より一層心に寄り添う活動へと進化させていきたいと考えています。社会福祉部門をいただきました。